おはようございます。5月22日、ギニアのラベにいます。泊まったホテルはここ1泊35万ギニアフラン、だいたい6500円ぐらいかな。ちょっと高いけど、なんかこれぐらいがギニアの宿の相場みたいです。シャワートイレもあって、綺麗、エアコンもあって快適に眠ることができました。外の様子はこんな感じ、雨は降ってないけど雲に覆われていてかなり湿度が高いです。それじゃあ準備ができたので今日も行ってきます。さあ、じゃあ今日も行きましょうか。はい、じゃあありがとうございました。いきなりガタガタ、もうちょっと気をつけていかないといけないな。あー、やばいやばいやばい、ガンガン。危ない危ない危ない。ガランで、よいしょ。いやいやいや、これはちょっとペース上がらないね。すごいぞ。ガソリン入れよう。昨日の夕方入れられなかったんで。よいしょ。ボンジュール。エサンス。プレーン。オッケーオッケー。オッケーオッケー。もう5000円。あ、はいはい。はい。あ、入れすぎだよ。かなり空模様が怪しい。今はまだ降ってないけど湿度がかなり高くて厚い雲に覆われてます。ちょっとムシムシする。でも今走り出すと風受けて涼しい感じはするけど、雨が心配。なんとかギニア出るまでは持ちこたえてほしいな。道が悪くてペースが上がらない。この辺はまだ比較的良い部分だけど、こういうのが頻繁に出てくる。怖い。ちょっとシールドに水滴がつき始めたなあ。あれ、これは、雨は降ってないけどあれだ、水蒸気だ、雲の中に入っちゃったんだ。赤土の汚れに水滴がついて前が見にくくなって危ない。ちょっとシールド掃除しないと。危険だ、危ねえ。どっかで止まろう。あそこで止まろうか。このポットホールと言われる道路の穴がものすごい。
よいしょ。5キロ進むと右5キロゴンコウゴンクーという場所みたいだな。ちょっとシールドを掃除。よし、じゃあ行こう。シールドの掃除完了。ちょっと止まったついでに日本大使館、在ギニアの日本大使館に電話してみました。昨日検問で消火器がないとダメだからお金払えって言われたことについて、在ギニアの日本大使館に今電話して確認してみたところ、消火器や三角停止板がないといけないなんていうことは基本的にないっていうことだから、そういうのを言うっていうことは多分、不正な賄賂要求だと思うっていうことでした。もし今後もそういうのがあったらこれを頭に入れて、ただまあそのだからといって強硬な姿勢で、相手を刺激するようなことはやめた方がいいっていうことだから、まあなるべく穏便に済ませられたらいいな。いやあんなトラックも大変だよな。ちょっと避けよう、怖い。うわーすごい、全部の軸が超えるまでは安心できないもんな。軸が5個あるから5回あのガッタンガッタンを超えないといけない。いやー綺麗な緑色、植物が全然違う、昨日までとまた違うな。危ない危ない危ない、前しっかり見て前。また一段とすごいぞここは。もう道外れちゃった方が、こっちの方がまだ走れるんじゃないかな。こっちの方がいいね。道路が比較的まともになってきた。天気もなんとか持ってる。いや、 やっぱり本当に町がたくさんある、人の住んでるコミュニティがたくさんある。なんかこうやって抜かすときにはプーって鳴らすのがルールなのか、あのマナーなのか、みんなやってる。で抜かされた方もピッピッってピッと鳴らすのがルールなのかな。ああ道きれい、ここは新しくしたばっかりっぽい。ちょっとあまりきれいなフラットではないけど十分十分。今日の走る予定150キロぐらいに設定してあるけど、ちょっと早すぎるかもしれないな。このまま道が良くなったとすればもうちょっと先まで行ってしまうかな。あんまりゆっくりしてても雨が心配だからね。あとさして観光するような場所もないし、あったとしても観光しないし。そう、あと本当はこの今日のラベから出発した後はタンジェルメッドで出会ったギニア人のおじさんが住んでるゴンゴレっていうところに行く予定だったんだけど、そのおじさん今ビザ取得のためにコナクリ、ギニアの首都のコナクリに行ってるみたいで、ゴンゴレにはいないらしい。
なのでちょっと残念だけどギニアのおじさんのところには行けなくなりました、多分この右、今南に向かってるからこの右、西側にこのゴンゴレという町、村があると思うんだけど、いやちょっと行ってみたかったな、かなり行ってみたかった。ギニアの、ギニア人の一般家庭、なかなか行く機会ないもんね。いや非常に残念ね、行ってみたかったけど、まあこればかりは仕方ない、このまま突き進むことにします。いやまだ全然道は良くなってなかった。いや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 、ここはもう剥がれたとか穴が開いたとかそういう問題じゃないな、舗装してないのかな、もともと。すごいよ道が。いやいや、そしてまた道が良くなり、そしてまた悪くなる、これの繰り返し。ボンボリだって、ここかわいい名前だね、ボンボリ。道は可愛くない。ちょっと景色がすごいぞ。壮大な景色。このね、持ってるカメラ、オリンパス OM システムの TG7、 これにいい機能があったんだ。ほらこれ日本時間になっちゃってるけど、あれ日本時間ちょっと時間は忘れんだけど、今 25.7 度、標高 897m、 本当かな、結構上がってきたような気がするんだけど、iPhone の標高を見てると、あ、今ダバラというところで標高 960m だそうです。疲れたね。いやー道が悪い。今日はやっぱりマムーで限界なのかな。朝8時半に出発して今10時15分、まあ2時間走ってないのか。で移動距離が60キロぐらい走ってきたんだ。マムーよりもっと先行けそうかもしれないな。はあ疲れた疲れた。ちょっと地面が濡れてる。あちょっあーやばい、雨が降り始めた。まずいな、やだな。どっかでカッパ着るしかないか。もうちょい様子見るか。なんかこの辺は荒れてるぞ。ああ、木切ってるんだ。これからどんどん植物が成長する夏に向けての
整備なのかな。しかし道悪いの続くね。名もなき村、この先完全に雲の中に突っ込む。カッパ来た方がいいかなと思ったけど、そのまま行ってみる。着る必要なさそうか。みんな同じ色の服着てる。学校？制服？うわ、どんどん。これは危ないな。フォグランプオン。視界が悪くて道が悪くて。うわ、どんどん霧が濃くなっていくよ。危ないね。ゆっくり行こう。バイクバイク。いやー怖い怖い。カッパ着ようと思ったけど、なんか対向車の車とかバイク見てるとそんなに濡れてる感じしないからやめとこう。このままでいいや。着てない。お菓子みたいなの売ってるから買ってみようかな。 10ターン。これなんだろう。これなんだよな。よしよしよし。これなーに。マドレーヌかな。サバこれなーに。コンビエンサクセミセミ。休憩がてらちょっと食べようかな。センミル。このお菓子が、お菓子が、5000ギニアフラン、コーラが6000ギニアフラン、合計11000ギニアフラン。ちょっとこのお店の前では迷惑だと思うから、バイバイ。ちょっと離れたところで食べてみよう。お菓子かな。マドレーヌみたいな。マドレーヌ、マドレーヌみたいな。そう、それで時々こういう立派な割と綺麗な建物があるんだけど、こういうのはフランスの植民地時代の名残なのかな。植民地時代に建てられたものなのかな。コーラ冷たいぞ。ぬるくなる前に早く飲もう。マドレーヌかな。小麦粉で作った焼き菓子だ。ほんのり甘くて美味しい。
安定のコーラ。道路を見てみようか、立ち角から。もうこんなボッコボッコ、ボッコボッコですよ。穴ぼこ。なんでここだけこう、もともとはアスファルトあったような感じなのに、なんでここだけなくなっちゃってんだろうね。水が流れるのかな。わからない。とにかくもうこれが大変。時速15キロぐらいしか出せない。はあ、とにかく行こう。こんにちは。突っ込んでこないでね。今日はもうこんなシーンばっかりだろうな。お、勇ましいね。このまま突っ込んでたらどうなるんだろう。負けるのかな。まあ、牛と猿だから猿が負けるよな。危ないよ。この車来てるよ。疲れたよ。ほら言わんこっちゃな、あの牛ブープ鳴らされてる。トラックがクラクション鳴らしてるよ。ビエンベヌエアゴウバ。ここはゴウバっていうとこなのかな。今日の目的の町まであと20キロ。一応15分って出てるけど、この道路状況だと1時間ぐらいかかりそうだな。時間は13時20分。よし、行くか。サバービエン。ああ、またこれだ。いやー、これの繰り返しだよ。このバツッと切ってるのはもしかしたらこれから工事するからなのかな。その準備かな。そうっぽいね。すごいんだよな。よくこんな詰めるような。これで100キロ近くでカーブ曲がったりするから恐ろしいよ。そしてこの人たちは何をしてるんだろうな。昼間から座って木陰で座って休憩中なのかな。また人の多い町にやってきた。活気がある。みんなピッピピッピ鳴らしてる。おー、すごいね。でも今日泊まるのはあとここからさらに12キロ。なんか道良くなってきた。よかった。このままいい状態が続きますようにと。この頭に乗せるのほんとすごいよな。もうまた頭に乗せて、ちょっと揺れてるのに落ちないんだよ。どうなってんだろう。あ、ここにもまた。どういうこと。たまにハンドバッグ乗せてる人とかもいるんだよ。あ、ちょ、ちょ、ふててて、首て。このカゴ乗せてるね。マムー、今日の目的の町、あと 5.2キロ。目星つけた宿まであと 5.2キロ。疲れたね。早く着くようだったらまたさらに進もうと思ったけど、もう11
1時ぐらいになってるのかな。でも1時か。あ、でもこっから先進むとなると次の大きな町まではまたかなり離れてるんだ。だからここに泊まりますか今日は。まあね、目星をつけてるホテルにナビ設定してるんだけど、こんな道通れって。嘘でしょ、この先に本当にホテルあるのかな。結構綺麗なホテルがあるってレビューで書いてあるけど、本当かな。こんな先に本当にホテルがあるんだろうか。いやいや、これ歩くのも大変だろうな。いや、普通に歩いていくか。ヤギの散歩かな。危ない。これか。これか。これっぽいな。ここなんだよな。あ、ボンジュール、ホテル。お、うんにい。無事に部屋ありました。いや、あんなガタガタの道の先にこんな綺麗なホテルがあるなんてびっくりだけど、いや、綺麗綺麗。ここで一泊35万ギニアフラン、6500円ぐらいかな。いや、やっぱ高いね。まあ電気もあるし、エアコンもあるし、とりあえず一安心です。ちょっと今からご飯を食べに行ってきます。レストランを探します。ここはなんか、Google マップで見つけた中国人のやってる宿、食堂で来てみたら、なんか麺料理を作ってくれるということで、ちょっと楽しみです。あとはビール、飲みます。はい、じゃあいただきますよ。はい、乾杯。あ、先生。あ、おいしいこれ。なんか持ってきてくれた。ピーナッツと、これはなんだ、公式じゃん、超肝、ガチョウの肝、ガチョウの肝、フォアグラかなこれ。あ、いい匂い、いただきます。牛肉かなこれは。あ、美味しい。うん、牛肉を、牛肉と、これは、うん、じゃがいも、辛い、ピリ辛で八角の匂いがする。ああ、いい匂い。なんだろうこれは。これなんか中国の調味料かな。うん、わからない。鹿の角、美味しいぞ。あ、ビールが進む、これ。
好吃。好吃。ね。まさかここで中華料理食べれると思わなかったな。うん。美味しい。もう一個来た。麺料理。値段聞いてないけど大丈夫かな。麺に卵、トマト、卵とトマトが乗ってる。いただきます。うめえ、めちゃくちゃうめえ。塩ベースかな。すごい美味しい。ここは大当たりだ。これも行ってみよう。やっぱなんかの肝臓だ、レバーだ。写真からするとフォアグラっぽいね。美味しい。ハウツー、めちゃくちゃ美味しいぞこれ。なんか急激に空模様が怪しくなってきた。風も吹いてきたから雨が降ってきそう。早く食べて帰んないと。やばいな、これ降るとしたらすごい降りそうだね。やばい、怪しい風だ。ごちそうさまでした。美味しかった、はい、まだ雨が降ってくる前だから急いで帰ろうと思います。すごい雨が降ってきた。あ、すごい。でもちょっとしたらやむみたいだからここで休ませてもらってる。この途端の屋根を打つ雨の音がすごい。